小説園さんで買った御用。小説園さんが出してた盆栽美術館で買った御用。そこ結構もともと割安なんですけど、ね、ここだけうんこれいいなと思って、でも1万円しなかったですね。本当ですか。これ、ね、正面が反対だったんですよ。こっちにしたらいいなと思ってこっちに建て替えたんですね。頭をぐーっと持ってきて、うん、何年前くらい、どうだろう、4年ぐらい前かな、うん。はい、あ、こんにちは。あれか、テイク2で明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、ちょっと苦手なトークでちょっと説明をしようかと思ってるんですけど苦手ではないと思うんですけど、はい、杉越松がですね、最近いろいろと出てきてて、まあ、ちょっとそこら辺の話をね、したいなと思ってるんですけど、私がね、ここ来て25年になるんですね、うん。この3月で丸25年になって、まあ、年がバレちゃう、25歳以上だってことは分かっちゃうと思うんですけどずっとね、やっぱり言われてきたのが、五葉松に関しては杉五葉松はあまり進めないということを、まあ、ずっと先生方にも言われてきてたんですけど、ここのところに来て五葉松の杉五葉のいいものがたくさん出たりとか、あ、ちょっとショッキングな出来事もあったんで、ちょっと後で紹介したいと思うんですけど、まあ、五葉松は、まあ、元継ぎって言って、枝の元の方から継ぐ元継ぎと、それから中継ぎって言って、あの半径外の木なんかよく多いんですけど、はい、ちょうど真ん中辺からこう継ぐような中継ぎと、あと天継ぎっていうのもあるんですね、うんうん。でこれどっちかっていうと、発祥のいいものを残していこうっていう意味合いで、あの天継ぎっていうのをやるんですけど、はい、っていう、まあ、継ぐ場所が違うよっていうことと、昔はこう黒松を大事にして継いだんですね、うんうん。でこれは黒松はやっぱりこう2人も早いということで継ぎやすいということがあって継いではいたんですけども、それがだん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 年数を経つと、こう黒松もう足元は黒松だけど上は五葉松というふうに肌が変わってきちゃうということで、うんうん、もうあまり、そこら辺の差が出てきちゃうんで、最近では五葉松に五葉松を継ぐと、うんうん、いうのも、あんま技術がね、あの継ぐ方の技術も成長してきてということで、変わってきたと。その五葉松は、先ほど言ったように、あまり当時園では良しとされてなかったんですけど、ちょっと中へ行きましょうか。あのちょっと説明をしたいんで、はい、はい。五葉松名館っていうつぶさ愛好家の愛好会か、はい。で、私もここで作業してた、まあ、浜野会長入ってこられて、うん、ここにほとんどは今まで八つ草なんで、挿し木もしくは継ぎ木なんですね、はい。まあ、継ぎ木が多いと思うんですけど、中には挿し木もできるということで、会長はこういう軸で線を引いた、うん、これが甲子園で、名前を付けた木だということで、私は結構ありますね。あるんですよ。でそれまではだから継ぎ木はダメよって言われてたのに、当時園でこれだけのものを作ってたっていうんで結構ショッキングだったんですけど、最近その八つ草が見直されてきたっていう、一つがこれ、ナス娘ですね、はい。これが非常に高値で、未だに高いんですけど、継ぎ木で作るんですけどね、はい、これがあって、まあ、最近また、最近というか数年前ぐらいからですかね、継ぎ木が見直して来られた、うん。娘も北関東の方で生産者の方いらっしゃって、その話を聞くと、台木を作る人と、はい、それから挿し穂を作る人と、継ぐ人と、うん、っていうプロの方が3人集まって、で相当改良に改良を加えて、まあ、今のができたと、はい、いうことらしいですね。ちょっと戻りましょうか、はいはい、ということで、まあ、当時園でもね、継ぎ木とかっていうのをやってたっていうのが方にびっくりした話だったんですけど、この中でもですね、継ぎ木ってあるんですね。で私も最近分かってて買ったのがあるんです。小さい五葉松たくさん、Q さん分かりますかね。根元を見ればあれですよ。そうなんで、先ほど言ったように、あの元継ぎと中継ぎっていうのもあるんで、ね、はい、全く分かんないですね、はい、あの一つ分かりやすいのはこれなんですよね。ここが細くなってる、ここ、うん、ここですね。確かにそこは、はい、ですよね。ここからあの肌がまだ若いと、はいはい、いうことですね。おそらく御用だと思うんですけど、これは御用松に御用ついてると、
なるほど。いうことですね。まあ面白いじゃないですか。なんとなく形がね、非常にこう大木感があって、うん、ちっちゃいんですけど、あの大木感があるんで、まあこの辺がね、本来こう挿し枝とこう出したいところなんですけど、うん、むしろ枝の出はね、こちらは見えるんで、うん、いいんですけど、やっぱり頭こっち作って。こういうね、ここに懐にグッと近づけるっていうね、うんうん、枝の棚を、これはこれでいいなと思って、で、これちょっとあの種類は分かんないんですけど、ちょっと前に入手したの、これがまたね、最近人気なんですけど、ミネアズマっていう、ミネアズマですね、これも葉椒がいいですよね、うん、あ、ごめんなさい、こっちか、正面、ごめんなさい、こっちが正面ですね、まあ、反対側もね、根毛は面白いんですけどね、これもついてるんですか、これはね、どこでついてる、多分ここら辺だと思います、こう、ここら辺で、あ、確かに、まあ、ちょっと違うかなって感じは、そうですね、でも分かんないですね、分かんないですよね、うん、でこれなんかすごく上手 でこういうね、半剣貝の木のいわゆる中継ぎって言われてたなんですけど、はいはい、こういうやつも結構あります、うん、はい、小先生さんがこれいた時もたくさん置いてあったんですけど、ご用にご用ですね、で、黒松にご用っていうのがこれなんですよ、見えますか、これなんですけど、はい、これはね、実はすごく発祥も良くて、そうですね、で昔やっぱりみんなでこれ次かね次じゃないかねって言って分かんなかったんですけど、うん、ちょっとね、ここから見るとこうパカッて割れてるの分かりますかね、あ、本当だ、ね、割れてますね、割れてますよね、ここのとこ、はい、で反対側はね、さらに分かるようになってきちゃって、この斜めスーッとまっすぐ斜めに入っちゃって、あ、入ってる、入ってる、見えた、見えます、はいはい、ね、斜めにくっきり分かれてますよね、そうですね、亀裂みたいな、亀裂みたいな、まっすぐで、この下がだからこれ黒なんですよ、はいはい、下が黒松で、五葉松と、結局黒松の方が成長が早いから、はい、太るんで、うん、そこで差ができちゃって、なるほど、で上なんかこれもうポコッとこう取れそうですけどね、もうね、ここね、そんな風になっちゃったということで、これはね、実は展示会とかにも出したことある、木でいい発祥だねってみんなに言われたんだけど、まあ実は次だったっていうことが、ここ去年ぐらいかな、出てきて分かったと。それまで割れてなかった、割れてなかったですね、で全然その継ぎ目も綺麗だったんで分かんなくて、本当にみんなでどっちかねなんて言ってたんですけど、そういうこともあるんだ、あるんですね、最近それでもその継ぎ御用っていうのは黒松に御用を継いだ御用松でも、はい、風天とかでもね、ここ 4、5年前かな、うんうん、あの出てましたんで、もうそういうのはもう認められてきたって、なるほど、でも木としてやっぱりすごい立派な木ですから、あの業者の方なんかこう説って言い方をね、ちょっと冷たい言い方したりする場合もあるんですけど、はい、継ぎ木の次ですよね、はい、冷たい言い方ですけど、そういう言い方を業者の方するんですけど、今言ったように僕の中も出るし、うん、こういうふうに分かっててもやっぱり葉椒がいいっていうのはやっぱり御用松の一番 の重要なとこなんで、そういう意味では次御用もね非常に、いいんじゃないかなというのが、うんうん、まあ、最近の、まあ、私の感覚でもあるし、はい、世の中的にも非常にそう言われてると。なるほど、で今先ほど言ったそのミネアズマとか、あと明星とかですね、明星とか、先ほど言った福娘だとか、はいはい、あんなのはもう本当に非常に発祥が良くて、だけどそれにも負けじとね、この間やったこれ、このやつなんかも、これ私最近超お気に入りで、こんなちっちゃくてね、発祥も良くていっぱい購入しちゃったんですけど、追加購入、先日ね、川瀬先生も動画で、そうですね、やったやつですよね、だけどこれ多分種類一緒なんで発祥がどんどん縮まっていくと思うんで、うん、普通はこういう葉椒なんですけどね、まあ葉椒のいいものっていうのはやっぱり継ぎ御用だ、これなんかもね、継ぎっぽいような 葉っぱはすごくいいんですけど、多分これは継いでない、継いでない、うん、継いでるところが見えないんでね、こういうのもあるんですけどね、ちょっと八つぶさかもしれないですね、八つぶさ系のやつっていうのは目数も多いし葉も短いんで、まあということで継ぎ御用も見直されて人気がありますよという話ですね、でした。次御用松について。そうですね。次御用松についてというお話をちょっとしたかったんで。わ、ね、かりました、はい。はい。はい。それでは、ありがとうございます。はい、以上です。でこれがあのさっきの獅子頭。はいはいはい。あ、線入ってますね。線入って。これを取り木をかけるんですけど、うん、まあ細いのもありますから、そういうのは取り木かけま、かけないで、何年か持って、うん、あの、ある程度の太さになってからかけますけど。これは前舞姫 の、 あの作り方で、
で、ついてありますよね。はいはい。で、これをこうやってここで切るんですよ、今のうちに。そうするとこれが2つに分かれるんですね。なるほど。2つに分かれるっていうことはこの枝が2倍になって太るっていうことですね。だから早く癒着するということが一つね。節もやっぱ短くなるんですかね。節も、短くなる、はい、これは何年か前についたものです。なるほど。で、癒着して芽が出る。出てます。これをよく見るとここに芽を植え付けたのと同じような状態になってるんですよ。芽が、芽つぼがあって、そこから枝が出てるような、そういう状態になってる。で、どうしてこういうふうになるかっていうと、ここにこういうふうに切ってあるでしょ、で、この幹の肌とこの芽つぼの間が5ミリぐらいの化してあると思うんです。それが太って1年経つと、こういうふうに芽を植え付けたのと5ミリぐらい明かしてあるから、芽を植え付けたのと同じような作用が、誰もついたとは分からない。これが味噌なんです、ね、こっちが普通に芽が出てきたやつ。これはついて、これはついこっちもついてる、これもそう同じだから、はい、分かれてこれ切ってあるでしょ、はい、切ってあるから芽の周りには芽つぼがいっぱいあるんですよ。周り中あるわけです、はい、それを植え付けてあるからいくつも出るんです。なるほど。だから本当についたとは分かんない。うーん、そういうんですね、ちょっと難しかったですね。難しい。難しいか。ちょっとまずいかな。いや、大丈夫です。大丈夫ですか。自然に見せるための作業ってことですね。そうです。ぐるっと回して、溝を作ってこう出したのでは、傷が大きくなる、はいはい、傷が大きくなるっていうことはやっぱり盆栽ではちょっと、そうですね、良くないですね。これもそうなんですよ。4月以外に戻りますけど、はい、傷が大きいとそんだけこの木の勢力が失われるわけです。そのために根の出方も悪くなるわけです、ノコギリの刃一本でぐっとぐるっと巻いてビニール のファイルを差し込むだけですから、はいはい、そんなに木には負担にならない、そういうことなんです。そういう目で見るとこういうのもすごく面白い方法だとは思います、そうですね、はい、カエデなんですけど、カエデもう1本だけになっちゃったんですよ。昔カエデの大きい、こういう太い大きい木がありましてね、はい、そういう木が大きいのは面白くないので、大きい木の出てる枝の元で取り木をかけたんですね、元で取り木をかけると、枝なんですか。枝なんです。で、上だけ出るんですよ、根が、はい、で、こっちは出ないんです。こっちは出ないんです。相当でっかい木だったんですね、じゃあ、これが枝ってことは。そうです。で、そのままにしておくとこっちにどん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 この勢力がいって、こっちに長い木ができたんですけどね。そうやって取ってこっちに出ない部分、根をついてあるんです。あ、本当だ。そうするとさっきの言った芽つぼってありますよね、はい、これが大きく言えばその芽つぼの部分を取り木をかけて取ってるわけです、はいはいはい、だからこうちょっと あまり見かけないような面白い木ができてるでしょ。いっぱいあったんですけどね。売れちゃった。それがね、アメリカの方がね、一度国風の時に一度来て、嫌な話なんですけど、はい、ホテルでこれを保護してみたら、根がすごい面白いって言うんでね、また買いに来ましたよ。2回、はい、あれどうでした、この間の集合店の動画出てもらった、おかげさまでね、結構来ました、はい、売れました。日本人、ほとんど日本人に売れました。うん、ご覧の通り品物が少なくなりました。そうですね、こうなくなってたんでびっくりしました。隣の豆松屋さんも、はいはい、私と同じように売れて、うんうん、喜んでましたよ。なんとか王と姫王と紹介したんで、ああそうですか、姫王と綺麗だもんね。そうですね、よかった。